まあ、こういうタイトルで話を今日するんですけど、今日珍しく僕は白いシャツを着てて、普段ほとんど色付きのシャツしか着ないんですけども、やっぱり初心に戻らないといけないって、さっき大学院生にも言ったもんで、僕も初心に戻ろうと思って今日は白いシャツ、実はソックスも白やという、これも珍しいという、なんか高校生になったような気持ちになってるんですけども、お話をさせていただきたいというふうに思います。で、今お座りください。ご紹介いただいたように、もう非常に長くなって、今年で、マスク外す、すみません、マスク外させて、65を迎えるわけですけども、36年、半分以上ですね、名古屋大学に、お世話になって、こんなはずじゃなかったっていうのが今の正直なところなんですけども、もう来た時にはですね、もう嫌で嫌で、もう 2,3 年で逃げ出すつもりだったんですけども、なかなか逃げ出す先がなくて居座ってしまったっていうのが正直なところです。で、さっき家計の話もしていただいたんですけども、実はですね、プチ自慢をですね、A3 回っていうのもあるんですけども、挑戦的研究法画をですね5回撮ってるっていうのが、どっちかというとそっちがちょっとプチ自慢ですねこんなところしても仕方ないんですけども。で、最初教育の話を少しさせていただこうと思います。僕はですね、着任した当時のスタッフを、洗い出しました。多分合ってると思うんですけども、蛭田先生、石田先生がご確認いただけるかもわからないですけども、保健科学部にはこれだけの先生方がおられて、押田先生、何年前かな、センター長の後ですね、退官されたんですけども、その頃まだ助手でした。で、体育科学部はセンター長は勝部先生っていう心理の先生がやられてまして、宮村先生とか矢部先生、山田先生、中島先生、が教授で、どうも島岡先生と池上先生が、この87年に、助教授、昔は助教授ですね、助教授に承認されたみたいです。で、西田先生、桜井先生っていうのはこうしておられて、蛭田先生がこの中で、センターの中で一番古いのが蛭田先生で、もう何年なのか、40年ぐらいいるんじゃないかと思うんですけども、です。で、緑先生はまだ助手だったんですけども、で、石田先生が、僕と同期に入って、石田先生優秀なんで、大学院が終了してマスター終わってすぐ入られたんですけど、僕はトロいもんで、マスター出てからうろうろしてて、来たんがもう29ぐらいだったんで、ちょっとあれだったんですけど、まあ、こういうメンバーで、やってました。で、これ着任当時の時間割りなんですよ。ちっちゃくて見えないんですけども、赤が僕で青は非常勤の先生方です。で、当たり前なんですけども、この頃ってまだ土曜日も授業やってたんですよね。で、土曜日も授業やってたんですけども、これ見てください、これ2限3限にしか実技がないっていう、1限にそんな朝から運動したらダメだって、で、4限は部活動の邪魔になるからダメだって言って、2限3限にドーンと入れるという、もうなんということやと思うんですけども、で、講義だけがですね3限4限にあってこの頃講義はですね教授の先生が主に持たれてて、我々は講義は持たずに、いわゆる実技ばっかりやってて、来た時なんか軟式テニス、軟式テニス、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 軟式テニスって言って、もう本当にテニスの先生やって言って、テニスばっかりやってて、一日中テニスコートにいたって言って、小川先生に羨ましがられるかもわかんないんですけども、テニスで飯を食わしてもらってたっていうありがたい生活をしていました。で、今我々のそばにある新体育館っていつできたんやって、1988年僕が来た次の年にできたって言って、どこが新体育館やねんって、もうええ加減せえよって、もうほんまに古いやんかと思うんやけども、できたんですよね。で、なかなか新しい体育館ができひんできひんって言ってて、これ見てもらったら分かるんですけども、今我々の授業でやってる卓球っていう授業はないんですね。なんでかっていうと、第二体育館でトレーニングの授業をやってたんですよね。だから卓球という授業ができなかった。で、それが新体育館ができて、トレーニングルームができて、卓球という授業を第二体育館でできるようになったんだと思います。で、その頃ですね、その前からバドミントンとか公開講座やられてたみたいなんですけども、そのテニスの先生が来たから、お前テニスの先生来たらテニスの公開講座やれって言われて、すぐに、テニスの公開講座をですね、暑い中だから体育館でやりましょうとかって言って
体育館も使ってやりました。でここにいる石田先生はですね、ここでなんと奥さんを見つけてしまったという。でもう一人も、もう一人の先生も手伝ってくれた先生も見つけて、1回目のテニス講座の中の若い女性2人をかっさらったという、何のために公開講座やったんやって言って、もう怒られるような公開講座だったんですけども、スタッフの先生方ですね、先ほどお見せしたような先生方が毎回講義をしていただいたりですね、いろんなことをして結構楽しくやらせていただいて。でまずですね、保健体育の授業なんですけども、93年までが一区切りで、いわゆる保健体育講義2単位必修って、保健講義と体育講義を一気でですね、こう入れ替えたんですね。保健の先生が、6週とか何週やって、体育の先生が6週何週やって、それをこうクラスを入れ替えたというような形でやってました。で、前後期ですね、6コマずつで12コマ開講してました。で実技も2単位必修で、この頃ですね1年半やってたんですよね、3期で、多分ですけども、蛭田先生違いますかね、蛭田先生どこにいるのかな、3期まとめて判定してましたよね、成績を3期分まとめて全学生の成績つけてたんですよ。どうやってつけてたんやろうと思うんやけども、なんかとっても変なことをしてたのがあって、だからその、夏かなんか入って春、昔は前期後期か、前期後期前期とやって、前期が終わった夏休みかなんかにみんなで集まって全員の判定会議をなんかやってて、こんな面倒くさーというのを思ったのを思ってます。でそれがまあ後で言いますけど、まあ、1993の平成5年前に続きました。でそうした中ですね、よくその頃職員バレーボール大会とかにも出てまして、今日来られてる井上さんが来られてるんですけども、バレーボール大会とか、なんとか大会とかっていうのが結構出てですね、これ池上先生、この蛭田先生で、これジムにおられた佐野さんっていうんで、これ桜井先生で、これ石田先生で、このトスを上げてる背中が僕でっていうんで、こんなんをよくやってとってもよく運動してた記憶があります。でこの頃は当たり前やけど 若かったんで、みんな元気にバレーボールやっても怪我なくできてたんですけども、今こんなんしたらもう大変なことになるっていうのがあります。でその中ですね、91年から2002年までですね、実は総合科目っていう科目を、立ち上げてオムニバスで、やってました。で健康運動スポーツでいろいろこう、教育の改革なんかもあってあれなんですけども、で、まあ、選択の授業で200名弱取ってたみたいです。でこれがそのなんかシラバスとも言われへんな、なんかスケジュール表みたいなのが出てきたんですけどもこの年はなんかオリンピックを考えるとかっていうんで、なんかなんだろうな、バルセロナの時ですかね、なんかで、話をしてたりっていうようなことをやっておりました。でその先ほど最初にお話したみたいに、土曜平朝っていうのが1990年からまあいろんなところで、小中も含めてですねありまして、それに合わせるように93年で教養部が廃止されて、情報文化学部、今の情報学部ですけどもになりました。でその時に、土曜平地を合わせてですね、94年の4月から、教養部を廃止して全学教育っていうのがこう始まる形になったわけです。でこれ後でもちょっと出てくるんですけども93年に僕92年の秋から93年まで、在外研究って、昔はその長期の在外研究って言って10ヶ月ぐらい行けるのがあって、でそれ延長して、1年ぐらい行ってたんですけども、それ帰ってきてすぐの時の、後期の授業でこうテニスの実験をすることになったんですけども、これその頃はですね、補体センターから言うと遠いところの3面がアスファルトで、手前がクレーコートでした。でちなみにそれまでは全部、だいぶ前までは僕が来た頃はずっとクレーコートで、もう雨が降ったらテニスができんできん、だから梅雨なんか何日もテニスができひんという、でテニスばっかりさっきみたいに授業持ってって、どないすんのって言ってテニスコートなんかできひんわけです。おかげさまでなんか小ネタが増えて、雨が降っても何でもできるっていう風になったっていうのはこのおかげかもわかんないです。で、その全学教育になって、名前が障害健康とスポーツっていう風になって、講義及び実習で、
1単位っていうのを、無理やり作ったんです。でなんでかというと実技をそれまでのように3単位3コマやらそうと思うと、3分の2単位というわけにいかんかったもんで1単位ずつにしたら講義だと2単位にならないといけないからっていうんで名前を講義および実習っていうにして半期で1単位って要するに全部1単位ですよねにして、4単位っていうのを、まあ、死守したっていうのがその当時のやり方です。でただしこの時点で全学教育が始まった時点で法学部っていうのが、全て全部ですね全部の科目が選択というふうになってしまいました。でまあそれはまあいろいろあったんですけどもどうしようもないことで、そういう形にですねなっていました。で、まあ、第2期っていうのが2003年から始まって、健康スポーツ科学というに名称変更して、講義を2単位に戻しました。で、実習を1年半やってたのをもう1年にしようということで2単位にしました。でこの時に、2003年の時に、工学部が、4単位から2単位必修にしたっていうんで、まあ、いわゆる、まあ、選択制みたいな形になったということ。で2004年に法人化して2022年からは今年度からは新カリキュラムなんですけど、まあ、内容はほとんど変更ない。でこの写真じゃないなこの絵がですねこの健康スポーツ科学に変わった時に、小栗先生って言ってケルン体育大学とかも行かれた先生なんですけども筆毛筆ですね墨で人の動きを描いて古典までやられてるような先生がおられてでその先生の絵が僕はとっても好きで先生これ使わせてくださいよってお願いに行って使わせていただいて、今も多分ずっとこれを使っているんじゃないかというふうに思います。で先ほど竹本先生におっしゃってたみたいに、2000年にコロナが出てきてこれ何してるかっていうと学生が入学生が全く大学来れなかったんで大学の施設を案内するビデオを作って載っけました。で僕はカメラ担いで校内の運動施設をあちこち歩いてこうやって紹介しながら、やりました。でこれもまあいい思い出っちゃいい思い出ないけども見てもらったら分かる一っ子一人いないんですよね。4月の頭もう誰もいない。でもうどんだけ歩いても誰とも会わないんでこんな変なことしてても誰も変やと思わないという今これやってたらおいおいあいつなんか盗撮してるんちゃうかっておやばいやつ来た不審者や不審者って言って秀平さんが駆けてくるかも分かんないんですけども、まあ、そういうこともやりました。でもう一つは先生方に手伝ってもらって健康と生活習慣に関するアンケートっていうのをウェブでコロナが始まってすぐやりました。で学部生大学院生留学生っていうバージョンを全部作って、やって、報告してしたら中日新聞の人が面白いからって言って記事にしたいって来てくださって、5月10日の中日新聞の第一面を飾ってしまったんですね。だからこれが面倒の始まりでこれを見た執行部からなんか連絡電話がかかってきて山本先生何やったんですかって言って何やったんですかって今度何とか会で説明していただきますからって言われて俺悪いことしたんかなと思ってなんかもうその頃はまだ総長だったんですけどもなんか総長とかもう偉い人副総長とか集まってるところでもちろんオンラインですけどもそこでなんか説明させられてでもまあお叱りはなくご苦労様でしたって言ってもらったんでまあよかったかなと思ったんですけどももう一瞬ヒヤッとしてお前何勝手なことやってんねんって怒られるんちゃうかと思ってあれしたんですけどまあ結果的には良かった。まあ良かったって言っても本当に今の3年生ですかね本当に大変だなというふうには思います。で、大学院の方もですね、2000年からこれも大学院重点化ですかで、教育発達科学研究科の協力講座等に、まあ位置づいたわけです。で、我々、その当時、西田先生と竹野先生と僕心理の方は心理の方に手伝わせていただいてその中に、スポーツ行動科学講座っていうのを、作らせていただいて、まあ、僕は運動学習科学ってでその時の写真がこれで今日もここにこう出てるんですけどもちょうど2000年の1月2月に後で出てくるのは出てけえかなノルウェーとフランスマルセイユに
研究調査みたいなので行かせていただいて、これ NTNU って書いてあるんですけど、これノルウェー、ノルウェー科学技術大学、テクノロジーユニバーなんとかっていうやつなんですけども、帰ってきてすぐにあのプロの写真家が新しく教育発達科学研究科のホームページ作るから写真撮ってくださいって言って、テニスコートの前で撮って、バシャバシャバシャ今加藤さんが撮ってるみたいに撮ってたんですけども、そうしたらなんか冗談言われてガーって笑ったところが採用されたって、おいおいもうちょっとええのとはしてよって言うんですけども、なんか僕のところに来た大学院生に聞くと、この笑顔に騙されましたっていうのがあるんで、あ結構良かったんかなっていうのもあってあります。で、まあ、あんまりたくさんの学生を育てたわけではないんですけども、修士で8名、博士で7名で、学士の PD が3名ぐらい来てくれました。で、まあ、せっかくなのでちょっと簡単にですね、博士 の紹介をしていきたいと思います。で、ここにもおられる横山先生、2011年に学位取られたんですけども、横山先生はボールゲームにおける集団のダイナミクスというタイトルで、こういう3人のですね、動機って我々は呼んですけど、動きのパターンのですね、うまい下手っていうのがもう意味わからん対称性ホップ分岐理論って言って、群論っていうのがあるんですけども、なんや群論って言って僕もよくわからない、でもこういうのがあって、でこれから上手い人はほら丸になったでしょって、下手くそ三角よね、それどういうことやって言ったら、上手い人はこううまくこう調整しながらボールを回していくんやけども、下手くそは自分が蹴ったらボーっとしてるっていうだけの話なんですけども、それをちゃんと明らかにしたっていうのがあります。それからその次に2014年で岡野先生って、これ今三重大学の教育学部の教授をやってる先生で、体育科教育の先生なんですけども、関係論的アプローチによる体育学習の再検討っていうんで、こういう体育における対話的学びの三位一体っていうのをやられてるんです。でこの頃アクティブラーニングが出始めたんですけども、それの先取りで、今は深い学びとかっていうふうに言ってるんですけど、それの、まあ先駆けのようなモデルです。で、エピソード記述をやったり、ビデオを撮ってリレーでどういうふうにうまくなるかみたいなことをやって、学位を取っていただきました。それから、これは鈴木先生で今立命館におられますけども、フラクタル繊維から見た連続切り替えだった動作の軸立つっていうんで、こういう卓球のですね、もうむちゃくちゃですよね、めちゃくちゃ速いのをどん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 打って、この人がどういうふうに動いてるかっていうのをわけのわからん分析をするわけですね。そうするとどうなるかっていうと、横軸が時間なんですけども、1球1球のその時間の幅が長いと下手くそでもうまくできるんやけども、すぐにちょっと速くなると下手くそはすぐに崩れてしまうと。でも、上手い人はこの辺までは頑張ってるって最後にはダメになるっていうのを見つけたっていうような論文です。それから次はですね、2018年に千鳥先生って、これ今中部学院大学で、理学療法されてる先生なんですよね。で、高齢者における転倒の原因解明とその予防可能性って言って、要するに高齢者の転倒予防のことをずっとやられてて、この歩行ですねを分析されてました。で、その歩行を分析するんだけども、その時にですね、ちょっと工夫して、こういう我々よく使うリターンマップっていうんですけども、リターンマップっていうのを使って、こう非常にこうばらつきが大きいけども規則的な人と、ばらつきが大きくて規則的じゃない人、それからばらつきがちっちゃいんだけども、全体ですね、こう低いような人とかっていうのがいて、要は高齢者の歩行っていうのは速歩動揺ですね、横へこう動くのが大きくて規則性がない、でこういう人は転倒するよっていうのが分かったっていうような論文です。だからこれは一昨年ですか、高見堂先生って今東大の人工物研究センターって、また工学部から来た子なんですけども、工学の方へまた戻ってるんですけども、これも面白くて、ビデオで撮ったソフトボールのピッチャーの、どうです皆さん、ボールの速度、これ全部同じなんですよ。実はボールをリリースするまでのピッチャーの動きが速いか遅いかの違いだけなんですね。でそうするとどうなるかっていうと、ボールの速度は一緒やのに、ピッチャーがリリースまで速く動くと速いボールが来るっていうふうに予測する、知覚する、そして実際に速く動き出す、で遅い時には遅くなるっていうふうなことが、バイアスがかかるっていうのを見つけたのがこれです。
で、この加納先生、この先生も体育教育の先生で今三重大学の先生なんですけども、体育授業と教室授業における他者との協調的スキルっていうんで、体育の授業での他者との振る舞いと算数の授業での他者との振る舞いを比較してどういうふうになってるって、でよくよく見るとどうも体育の授業で例えばこれ3対2の鬼ごっこって2人がこう、守って3人が攻撃してくる抜けてくるのを止めるっていう風な課題なんですけども、その時にこのうまく2人で守れる子たちは算数の授業でも結構人の話よく聞くよねっていう風なことを見つけたっていうことで、そういう研究をしております。でこれ昨日受理してもらったんですけども、奥村さんっていうのがいて、自転車競技における離合集散ダイヤです。でこういう伊豆のベロドロームで、実際の、ポイントレースっていって10周ごとにポイントがつく120周あるのかなのレースを全部取って、でそれのこう、速度差っていうか到着時刻を全部測ってビデオからで集団がどういうふうになってるかっていうん で自転車っていうのは先生方ご存知のようにめちゃくちゃ高速なんで、そのドラフティングって空気抵抗をこう避けるために人の後ろにつくんですよね。で人の後ろについてるけども先頭はとってもしんどいから、交代するんですよ。そういうローテーションを競争相手とやるっていうのが非常に面白くて、その競争相手との利他的な行動とその勝つための利己的な行動っていうんで集団が自己組織化してるよっていうふうなことを見つけたというかやってるものです。でここまでが僕が見させていただいた大学院の学生さん、講義課程の学生さんです。でここからが少し僕の話になっていくんですけども、こんなペースで話したら全然終わりそうにないんですよ。まずはですね、10年間ぐらい、僕仕事がとろいもんで、一つの仕事をやるのに10年ぐらいかかるんですよね。だから10年して仕事で、これが、40から50ちょっとぐらいまでの仕事です。で、これここにいる竹之内先生に手伝ってもらったり、このビデオは竹野先生なんですけども、石田先生、それからさっきの桜井先生、池上先生、それから東海学園の岡本先生という今や名だたる先生方を被験者にしてですね、もう何回もやってもらったんですね。何やったかというと、フォアバックを繰り返し打つのか、フォアバックをランダムに切り替えるのかっていうのをやって、この辺にテープ貼ってあるんですけども、これをいわゆるデジタイズって言ってカチ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 画面上でこう点を追っていってっていうのをずっと延々にやってたんです。でそれを、やってようやくうまくいったっていうのは、実験が94年ぐらいから始めて98年ぐらいから4年間ぐらいこの実験ばっかりやってたんですよね。であれおあかんし、これがフォアばっかり続けている、この三角はボールが出た瞬間ですけど、ボールマシンからボールが出た瞬間なんですけど、それの肩と腰の角度をこう書いて、フォアばっかりバックばっかりで、当然こうそれをこういう風な形の中に書くと綺麗な、こう僕らはアトラクターって呼んでるんですけども、こういうのが綺麗に分かれますよねっていうのがあります。でじゃあって言って、そのランダムに切り替えたらどうなるかっていうと、フォアバックバックバック、フォアバック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 で、こうランダムに来るわけです。そうするともうごちゃごちゃになるわけです。でこれがいわゆる複雑に見える動きっていうんで、動きがですねとっても複雑に見えるわけですね。でも複雑かっていうんで、この軌道自体だとちょっと分かりにくいんで、この断面っていうのがちょっとグレーになってるんですけど、ここを見ていくとですね、これフォアかバックか同じものが来た時にどうなってるかっていうのを見たところです。赤がフォア、青がバックです。でこれ綺麗に分かれています。でそれが切り替えてランダムに来るとこういうふうにこうばらつきます。でこれ実は塗りつぶしてあるのは前のボールが今のボールと同じ、要はフォアフォアと打つかバックバックと打つかっていうようなやつと、前が違うかっていうんでバックフォアフォアバックっていうのを分けて書くわけです。そうするとこれよくよく見るとですね、
上から BFFFBBFB っていう順番にみんな並んでくれてるわけです。でこれなんや不思議やな。でこれが実はこの右半分この一本の線を3等分して真ん中を消す、この残ったやつを3等分して真ん中消す、それを繰り返してできるカントール集合っていうフラクタル図形、自己相似図形です。で実はこの時間発展に一致するっていうのを郷原先生が見つけてくれたんです。でここにフォアとバックのアトラクターがあって、一番最初何にもない時からフォアハンドにボールが来たらここへ移動するっていう図です。でこの X はここは横軸は X タウとタウプラス1なんで、ここへ来たら次 X1 はここから始まるわけです。で2球目もフォアに来たらここへ来るわけです。でも2球目がバックやったらここへ来るっていう、そういうふうに見ていくわけです。そうすると理論的にこの次々どうなるかという時間発展が分かるわけです。でなんとここが BFFFBBFB っていうさっきの実験結果と一致してるっていうことが分かったわけです。で要はフラクタルっていうその自己相似みたいなものがこう複雑な動きの中に見えるよ。要は複数の安定したパターンの連続的な切り替えによって複雑な、に見える動作が複雑に見える、複雑じゃなくて複雑に見えるということです。で要は環境との接点相互作用が重要で、環境が多様であればいろんな動きが生み出される可能性があるよということが分かったわけです。じゃあ環境をうまくデザインしてやれば技能を獲得する可能性があるんじゃないかって言って、いわゆる初心者のテニスの初心者の特徴って手打ちなんですね。こう手でこう体がこう動かないんですね。でそれを直すのにじゃあって言って、普通はまずフォアハンド教えたるわえかって、である程度フォアハンドが打てるようになったらそろそろバックでも教えたろうかって言ってバックを教えるわけです。でもそうすると上から見るとこの振り子の半分しか使ってないんですよね。じゃなくてフォア打ったらバックつって、フォア打ったらバック打って、フォアってやると両方の振り子みたいなのができるじゃないか、この方がよっぽどええんちゃうかっていうんで、実際にやってみたわけです。これフォアばっかりです。初心者の女の子です。この女性のジャージの線がずっと見えてる、横向いたまま打ってるわけです。でこの指導者なんて言うかというと、もっと腰回さんかいって、もっと体使わんかいって怒るわけちゃうよねって。こう悪いのはこいつなんよ、実はこいつがアホやからこうなっちまう。ごめんなさいって座って左右にやると、この子なんかいわゆるオープンスタンスって言って右足が前へ出てくるわけで、こう非常におへそが正面向いたまま打つから、で彼女なんかすごい綺麗なステップで打ってるのが分かる。だからボールの出し方一つで全然動きが変わるやんかっていうようなことを考えたんです。でその後、今中部大学におられる、斉藤先生って言って今日来ていただいたあの河合先生のところの研究室なんですけども、のところに出入りしてて、斉藤先生がその当時、大学院生だった白石先生って言って、県立看護大学で看護をやられてる先生と一緒に、介護動作の研究をやってて、でその中でトヨタ先端技術共同研究っていうのを取ってきて、あの介護動作の分析を 2,3 年もずっとやってました。で名前はかっこいいんですよね。この人あの名前をつけたりするのはもう得意なんで、あの表現力はもう恐ろしいものがあって、もう1あるところが100ぐらいに膨らんでしまって、何やってんのあんたはって思わせる力があるんですけども、発話と行為における意図と理解をつなぐ知識処理で、何やでやったことはこういうふうに、車椅子への異常動作を学習させるって、それを要素にはこう分けて、あれやってるこれやってるっていうのを全部書き出して、でなおかつその頃は今だと簡単にできると思うんですけども、このビデオをある部分だけ他を暗くしたり、暗くしているところから明るいビデオを作って、これを見せてどっちの方が効果があるかっていうのを実験したりしてたんですよね。
でその頃もう本当に斉藤先生いないから言うけどもとんでもないしつこいおっさんでもうなかなか帰らせてくれへんっていうもうとんでもない人で大変だったんですけどもでもまあお世話になりました。で通称よどみ研究っていうのを3年ぐらいやってました。でそうこうしてるうちに2008年にそれこそ最初の科研が通って、まあ、これだけじゃないんですけど主にはこれぐらいのメンバーで、プロジェクトの研究を始めました。でこっからが僕が共同研究というかやるところでそれまでは、五原先生っていうのとやってたし斉藤さんともやってたんだけどもそんなにこう大々的にやるっていうことを知ってなかったんですけども2008年ちょうど50になった時からですね、こんなことをやり始めました。で、例えばこういうタグっていうのがあって、鬼ごっこです。これこのいわゆるモーションキャプチャー光学式のモーションキャプチャーカメラなんですけどもこれが買いたくて A に出したと。で A に出さないとこれは買えないと。 B では2000万しかないんで買えないんですよね。これ最初 6台買ったんですけど6台で2500万ぐらいやったと思うんですね。でももうそれはこれしかないって言って でこれでもあちこちで取りまくったんです。でこれはお互いにタグを取り合うようなゲームをやって、どうなるかっていうのを見た。でこの辺からその対人のことをやりだしてで、だんだんですね試合時間が長くなってくるんですけども、膠着状態になってくるんですけどもこれ、何かっていうと横軸はですね相手と、自分がどういうふうに動いてるかっていうのを計算してお互いにこう詰め合うあるいは片方が詰めたら片方が逃げるっていうのがあります。でこのゼロっていうのは片方あ両方が同時に詰めたり引いたりするっていうのところです。で、1-1っていうのは片方が、詰めたら向こうは逃げるっていう風な動きです。そうすると最初のうちはもうバラバラなんですけども最後になると非常に綺麗に全体に描くとこんなに綺麗になるわけです。で、要は相手の取ってくる最初のうちは取りに行こう取りに行こうとお互いがするもんですぐ取られて終わるんやけどもそのうち行ったら取られるっていうのが分かるもんでこう逃げるようなことを覚えるわけですね。当たり前だけど10回繰り返すと。で要は負けない戦術っていうのを身につけることができるんじゃないかっていうようなことをさっき の分析っていうかあれから撮影から出したわけです。で、この奥村先生って東京学院の先生ですけど、これは剣道の達人で、じゃあ剣道をやろうっていうんで、剣道も取りに行きました。で、これ筑波の桜体育館っていうところで、筑波大学の結構強いやつなんですけども、ここにもこうカメラ持って行ってですね、もう大変だったんですね、床が光って、もうどうしようもないっていうんで、もう半日ぐらいセッティングか。でも、そうするとこういう風なのがこう取れて、これ、頭と腰を結んでるんですけども、こういう形で剣道の動きが取れたわけですね。で、これは今度頭同士かなを結んだやつなんですけども、これがゴム紐のようにこう伸びたり縮んだりするんですね。あ、これおもろいなって言って、じゃあこれ分析しようかって言って、僕ら二射間距離とかって言ってるんですけども、これを分析をしていったわけです。そうすると、これが横軸がその二射間距離のな、になってるんですけども、こっち近いところですね。こっちが遠いところ。で一番多いのが 2.7 メートルぐらいなんですけども、要はですね、市内が1メートル20ぐらいあるんでお互い1メートル20で2メートル40だとして頭の後ろにマーカーがついてるからちょうどこう剣先が触るか触れへんかぐらいのところがどうも多いっていうのがまあ分かったわけです。でこの点線は試合ややさっきの試合やった後にどっからやったらこう打てるかっていうところをや、測ったんですけどそれよりも実際の試合ではちょっと長いところに位置してる。でさっきと同じでこう詰めたら相手が引くっていう風な詰め引きのところが短いところからはずっとこうあるわけです、ね、でこの 2.7 ぐらいはどっちとも言えなくて3メートル以上になったらお互いが詰めるんですね。当たり前やね。3メートル以上やったら勝負になれへんから近づくわけです、ね、で近づくんやけどもここどうかよくわからんと。じゃあここは10センチおきに見ようと言ったらこの 2.7 から 2.8 では詰めたら引くっていうふうになるし 2.9 から3やったら詰めってなる。
で要はこのわずか10センチのところを1メートル 何センチか先の相手の動き、あ違うか、2メートル何歩か、7メートルぐらい、 2.7 メートルぐらい先の相手のとの距離感をわずか10センチですよ、これぐらいですよね、10センチの違いを感知してるっていうんで、我々は脅威の距離感っていうこの感を使うようにしてる、そういうのも分かっています。で同じ剣道のさっきの攻防のパターンを使ってですね、もうちょっと分類します。で実はそのリターンマップという方法があるんですけども、それによるとですね、理屈としてこの6種類が考えられるんですね。こう傾きの違いが4種類と、こうエクスポネーシャルとログのやつで6種類考えられるんですけども、このパターンがですね、実際の剣道の攻防から見つけることができたわけです。でなおかつその間合いの使い方っていうんで、熟練者っていうのは遠くて早い間合いを繰り返すのが非常に多いわけです。で近い間合いはほとんどないわけです。でも中級者は近い間合いを繰り返すのが非常に多いわけです。で剣道の達人に言わせると、中級者は近くで休んでるんやと。でボクサーもボクシングで疲れてきたらこうクリンチ、こう抱き合いますよね、あれで休んでるんやって。でも休んでたら勝たれへんから、うまいやつはすぐに離れるんやっていうふうなことで、なるほどねっていうんで、まあこういうのもありやなっていうのを分かったっていうことで、これは大野横浜先生と前にやったやつなんですけども、この頃ネットワーク理論っていうのが、ちょっと世の中で有名になってて、面白そうやなっていうんでやってみようかっていうんで、サッカーを題材にやりました。これ南アフリカのワールドカップかななんかで、これ選手を点として考えて、この矢印がパスです。でこれ結構で切れたところは、これもう3本4本5本6本で切れた、1本2本3本4本5本で切れたっていう、こういうのを分析していったわけです。でこれを5分ごとに集計していくと、こういう図が描けるんですね。これイタリア対フランス、さっきの今お見せした決勝です。で最初の例えば5分から10分のイタリアっていうのはもう全然パスが回って3本しかないっていうのが分かるわけです。でこういうので誰がパス出して誰がパス受けてんねんっていうのを分析する。でそれを分析するとこういう図が描けるんです、ね、でこれまあ簡単に言ってしまうと、こっちがパスをどれぐらいの回数出したり受けたりしてるかっていうのが横軸です。縦軸がそれの人数だと思ってください。でこっちはパスを全然受けたり出したりしない、いわゆるボールに触ってない人がほとんどで、ボールをたくさん触る人はわずかしかいない。でこれをべき速パワーローっていうふうに呼びます。要はありますよね、何でしたっけ、世界のうちの金持ちは 0.何%でほとんどがもう貧乏人って言ってるからね、言葉が悪いですよね、そういう人だっていうふうなんで、要はその優れた人もそうですよね、数が少ないっていうことです。で要はパス出す回数、受ける回数が多い人はわずかで、多くの人はボールには触れてない。そらせやね、サッカーで、ここはうちのセンターにはサッカーの専門家がいっぱいいるんですけども、みんな多分走り回ってた方じゃないかと思うんですけども、ボールを触ってない方じゃないかと思うんですけども、まあとにかくですね、そういうのをネットワークではハブって言います。でハブっていうのは先生方ご存知のように、ハブ空港とかって言って、例えばこの近くだとインチョン、韓国のインチョンなんかがそうなんですけども、でハブっていうのはみんな集まってくるわけですね。で集まってくるけども、実はもしハブが攻撃されるととっても危ないわけです。でインチョンが動かなくなるとすっごい困るわけです。でそれと同じようなことがサッカーでもし起きたらまずいわけです。だもんで普通のそういうネットワークと違って、この白いのがボールをたくさん触っている人のなんですけども、この横が人の11人ですけども、時間とともにこう変わるんですよね。で要は同じやつばっかりがパス回しをしてたんでは狙われるからっていうんで、そのハブ自体が変わってるんじゃないかっていうようなことを
見つけたっていうことです。でこれもサッカーネタです。これ、トヨタスタジアムのわざわざチケットを一番高いところの席を買って、そこにカメラを据えて一台で全部が映るようにして撮りに行ったわけです。でこの撮ってきた映像を、いわゆる DLT ですけども遮影変換して上、再現するとこうなるわけです。でこのオレンジがボールですけども、これをだん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 一人のこう守備範囲みたいのを大きくしていくと、ここに2チームの境目、僕ら前線と呼んでるんですけども、それができてくる。でこの前線のゴール方向の動きとボールのゴール方向の動きを分析したらどうなるかっていうと、こういうふうになるわけです。でこっちが、例えば A チームのゴールで、上が B チームのゴールです。同じです。これがその2チームの間にできる前線で、これがボールです。でこの波形を分析するとどうなるかっていうと、実は自己アフィンフラクタルっていう、これが拡大したところなんですけども、これからこれに横は3分の1っていうか3倍にしてるわけですね。でここは縦は2分の1にしてる。で要は縦横比を同じにしてちっちゃくしていくと普通のフラクタルになるんですけども、この自己アフィンフラクタルっていうのは縦横比が違うっていうのがあって、そういうのがこのボールの動き前線から見られたっていうようなことが分かりました。でこの自己アフィンフラクタルっていうのはこう記憶っていうか持続性を持つんですね。でそれがどれぐらいまで持つかっていうのが分析できて、これ横軸あの台数ですけども、見ていくとだいたい20秒から30秒ぐらいまでは前のプレーの履歴を引きずってると。でよくサッカーなんかやってる人にはゲームには流れがあるっていうことを言われると思うんです。で確かに流れを感じてるんだと思うんやけども、実際に物理的なボールの動きだとかチームの動きっていうのは全体の記憶っていうのは 2,30 秒しかないっていうようなことが分かりました。最後もうちょっとな、退職記念論文を昨年ぐらいから書いてまして、トゥーカップルスイッチングハイブリッドダイナミクスインラケットスポーツっていうんですけども、最初にお見せしたテニスのやつなんかがこういうやつなんですけども、これが2つ結合してて対人運動技能じゃないかっていうふうなことを今考えてました。でこの僕がそれこそ最初に言いましたみたいに、ここへ来た時にやってたソフトテニス、その頃シングルスほとんどなかったんですけども、ソフトテニスのシングルスのラリーっていうのを題材にして、どこへ打ってどう動いてるかっていうのを記述してみたらどうなるだろう。でこれが実際のデータです。 A 選手と B 選手がやってるのがこうやって打ったのをこう打ち返してこうやってこうやってっていうのを分析していくわけです。でそうすると何が言えるかっていうと、少なくとも打球方向の系列、右左っていうのを打っていったときに、これチャンピオンデータですけども、すごい綺麗な規則性が出てきます。で、要は相手に対して右打ったり左打ったりしながらやったり、こう、だんだんと近くへこう打ったりしてるっていうのが出てくるわけです。で、それに対応して相手の選手はどういうふうに動いてるかっていうと、先ほどのテニスで見せたように、こう綺麗にですね、綺麗ってこれ全然綺麗には見えないかもわかんないんですけども、要はフラクタル遷移っていうその2000年の実験結果と同じようなことが実際の試合でも見れましたっていうようなことが、分かっています。でじゃあっていうんで、もうちょっとせっかく退職記念の論文なんでっていうんで、シミュレーションしてみましょうっていうんで、シミュレーションを初めてやったんですけども、そうするとこの一番上が実際のエキスパートのデータで、これは左右交互にしか打たないっていうパターン、これは完全にランダムだっていうパターンです。でそれに対応した動きをシミュレーションすると、左右交互だとここに点が2つできるだけなんですね。で当たり前やけども、カチ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 切り替えてるだけやから、これ2点しかできない。でも完全にランダムにすると、こういういわゆるフラクタル図形ができてきます。でじゃあ実際のはっていうと、これとこれの間でもないんやけども、途中が抜けたような形
でもフラクタル性を残したようなものになっていくっていうふうなことが分かってきました。で、要は僕最初にお話したみたいに、テニスをやってたからやっぱり対人運動技能っていうのに興味があるんですよね。だからその相手との駆け引きだとかそういうのってどうやってるんやろうっていうのがやっぱりもともとの興味関心で、人はなんでどうなってるの、どういうふうに動くのっていうふうなこと、じゃあ自分はどうすればいいのっていうことをやっぱり知りたかったんです。で、今も知りたいんですけども、で対人運動技能っていうのを考える。そうするとまずはですね、規則性を見せるために規則性を作らないといけないんです。で、要は右左右左ってこう出してると、相手はその次右左右ってきたら左やと多くの人は思ってくれるわけです。そうですよね。じゃんけんでもグーチョキパーを繰り返してると、チョキの次にはパー来ると思いますよね。その思わせるっていうのが大切なわけです。で、思わせて相手がそうなるよねって予測してくれたら勝ちなんですよ。で、相手が予測してくれるからこそ裏切ることができるわけです。だから詐欺の人って多分こういうのを使ってるんじゃないかと思うわけです。だからこう規則的になんかこうやって、あ、こうしたらこうなるんかっていうのを見せといて、信用した頃にほーれ見ろみたいなことをされると、そうやると我々ってコロッと言ってしまう。で、これが対人運動技能じゃないかっていうふうに思って、まとめてるとこっていうか、実はPNS に去年の9月かな10月からに出したんですけども、残念ながらエディターキックを食らいまして、ちょっと意気込みすぎて書きすぎたっていうのもあるんやけども、内容もあれで今見直してるところなんですけども、再挑戦したいというふうには思っています。で、今やってること、生き物から学ぶって言って、ロボットを、自立分散のロボットを使ってる東北大学の石黒明先生っていうところがあるんだけども、そことの共同研究を始めました。で、今度は生き物じゃなくて人の動きから学ぶっていうのでやりたいっていうかね、じゃあ一緒にやりましょうって言って社交ダンスの研究をしてるんです。で、どうやったらこんなに上手にバランスよく2人が動けるのかっていうんで、今その東北大の人たちがこういうロボットを作って、これが社交ダンスって思いますけども、もちろんこれは社交ダンスになってないんですけども、直進したり、並進したり回転したりするっていうの、これ別にプログラムしてるわけでもなくて勝手になるんですけども、そういうのを作ったりしております。で、もう一個、これが4年越しにようやく今年度通った挑戦的研究なんですけども、縄文研究っていってお城の研究してるんですね。で、マス型門っていうのがあって、これたまたま仕事の帰りに松本城に寄ったんですけども、そうすると松本城の中にこういう太鼓門っていうマス型があるわけです。で、こっちから敵が入ってくるのをここで待ち伏せしてやっつけるわけです。で、これ実際のところなんですけども、この櫓のところからこう狙うわけですね。で、ここに今人がいるのが太鼓門、マス型って呼ばれるところなんですけども、で、これ実はそのさっきちょろっとお話した横山先生が、ソーシャルフォースモデルって社会的力って言って、要するに混雑したところとかでどうやって人にも壁にもぶつかずに、行きたい方向行ってるかっていうのを、シミュレーションする方法があるんですね。で、まさにそうやって言って、これはソーシャルフォースで絶対説明できるはずやって言うんで、このマス型を調査して実測して、実際のマス型をその辺に作って、学生呼んで走らしてどんだけ攻撃できるかっていうのをシミュレーションと行動実験でやろうかなというふうに思っています。ちょっとなかなか大変なんです。計測量っていうのがこんなに難しいかっていうのがよく分かって、何回も行かざるを得ないんですけど、こんなことやってます。で、今はですね、こういう人たちに、特にお世話になっています。ただですね、大阪大学にいた川内先生が昨年の6月に亡くなってしまって、もう、とっても悲しいです。で、最後に、先生方に遠くを見つめる眼差しの彼方にあるものは自分自身かもしれない。
始めれば、そしてそれを続けていれば、いつかは完成する、いつかはたどり着く。僕も大好きなあのクスの木を使った彫刻家の船越桂さんっていう方がおられて、その方の言葉の降る森っていうところの後書きに入ってる言葉です。で、あの、今日こうやってお話しさせていただいたみたいに、あの、なんていうんですかね、あの、新しいもの好きでもないけども、こう既成のものがなんかあんまり得意じゃなくて、常になんかこう新しいものを探してないと、生きてる実感がしないっていうような感じがあって、だからこういうなんか遠くをこう見ながらですね、あの、これからも歩いていきたいなというふうに思っております。長い間本当に、ありがとうございましたということで、これはあの、今年の1月24日に、最後の卓球の授業をそれこそ第二体育館でやったんですけども、あの石田先生が来てくださって、あの撮影をしていただいて、学生、あの横浜先生と一緒にハンターなんかを持ってきたんやけども、学生、当然僕もサプライズだったし、学生もサプライズだったんやけども、学生が、あの、じゃあ学生から花束渡してあげてくださいよとかって言ったら、あの、いいですよとかって言ってさっと出てきて、でみんなで、いや、集合写真撮るよとかって言ったら、みんなスッと撮ってくれてっていう、とってもありがたい、あの、最後の学生さんでした。で、まあ、あの、これからですね、さっきも、あの、あそこの喫煙所でたまたまジムの方と話してるんですけども、あの、名古屋大学、ますます大変になりそうだなっていうんで、先生方これからも本当に大変だと思うんですけども、あの、ぜひともですね、あの、頑張っていただきたいというふうに思いますし、あの、これまでご世話になった本当に保体センターの先生方、ますますの発展を記念しております。で、4月の1日からはですね、あの、新潟医療福祉大学っていうところで、今は社会福祉学部なんですけども、心理福祉学部っていうのに改称して、心理健康学科っていうのを2024年度開設を目指して、います。で、そこの、まあ、準備室長ということで、もう実は、あの、ホームページも出てて、山本雄二新潟医療福祉で引くと、僕の顔まで出てきてしまうという恐ろしいことになってるんですけども、そういう形で、まだもう少しですね、あの、研究教育をやらせていただこうというふうに思ってるんで、これからもですね、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。